秋から春に開催時期を移して行われた今年の日本 GP。桜が咲く中、日曜日にサーキットに駆けつけた10万2000人のファンを興奮させた一人が、角田祐希、RB だった。予選で10位につけた角田は、日曜日のレースでもミスのない走りで大接戦となった10位争いを制して、3度目の鈴鹿で初入賞を果たした。日本人ドライバーが母国グランプリで入賞するのは、 2012年の小林カムイ、当時ザウバー、以来のことだった。ただし、12年前のカムイは同じ入賞でも3位表彰台だった。それでも、今回の日本 GP で10位でチェッカーフラッグを受けた後、ィットまで1周する角田を鈴鹿のファンは総立ちで出迎え、拍手と声援を送っていた。それはまるでカムイが表彰台を獲得した時を彷彿とさせる光景だった。 F1 の公式サイトが日本 GP のちに企画した特集で、日本 GP の勝者として5人を選出。優勝したマックス・フェルスタッペンに続いて2番目の勝者として紹介されたのが角田だった。その理由はこうだ。角田は今シーズンの予選でのチームメートのダニエル・ディカルドとの対決で、ここまで無敗を誇っている。レースでも S 字、正確には逆バンク。 レイアウトからセンセーショナルな動きで何度かオーバーテイクを成功させるなど、素晴らしい走りを見せた。ドライバーの評価には常に厳しいレッドブルのヘルムート・マルコ、モータースポーツ・アドバイザーも、今回の鈴鹿での角田の走りを、マスターピース、最高傑作、と絶賛していた。実力で崩したトップ5の壁、なぜ、今回の角田の順位がこれほどまでに高く評価されているのか。 RB のチーフレースエンジニアを務めるジョナサン・エドルズは高得。現在の F1 はレッドブル、フェラーリ、マクラーレン、メルセデス、アストン・マーティンのトップ5と、それ以外の5チームの2つのリーグに分かれて選手権を戦っていると言ってもいい構図となっている。この2つを分けているのはチームの規模であり、資金力だ。トップ5チームの従業員が800名以上なのに対して、 RB などのトップ5以外のチームの規模は約400名。F1 は21年から予算制限が行われるようになったため、トップチームがかつてのようにのホーズに開発はできなくなっているものの、一定のアドバンテージがあることは、昨年のコンストラクターズ選手権の結果を見ても分かる。5位のアストン・マーティンの獲得ポイントは280点。 それは6位から10くらいの5チームの獲得ポイントを全て合わせても追い越せないほど大きな差があった。その格差は今年になってさらに広がった。開幕戦バーレーン GP ではトップ5チームのドライバー全員が完走し1位から10位までを独占。そのため、介護チームが入賞するには上位勢にトラブルや事故が起きないとほとんどチャンスがない状況となっている。 第2戦サウジアラビア GP で介護チームの一つであるハースの2個ヒュルケンベルグが10位入賞できたのはトップ5チームのアストン・マーティンのランス・ストロールがリタイアしたことで巡ってきたチャンスだった前戦オーストラリア GP でハースの2台とツノダが入賞できたのもフェルスタッペンとメルセデスの2台がリタイアしたことが大きかった日本 GP ではトップ5チームのドライバー全員が完走したにもかかわらず 角田が入賞できたのはトップ5の壁を自ら突き崩したからに他ならない。今回の10位は決して幸運ではなく実力で獲得した1ポイントなのだ。そのことを理解しているからこそ鈴鹿でトップ5の一角であるアストン・マーティンのランスとロールの前を走る角田をスタンドのファンは毎週のように応援していたのだ。